はい、チェンマイのコンビニで一番高いのはこれ。餃子でした。レンチン系、お惣菜系、お弁当系の中で、ね、一番高かったのはこの餃子でしたね。意外だった。79バーツ。270、80円、ね、60、70円って感じかな。うん。そして、次に高いのは何か、あ、これ高いっつって。これ159、ダントツ高いじゃん。ピザかなと思ったら、これチーズだった。いや、それはチーズは高いよ。チーズ。こういう食材系は今相手にしてないよ。弁当系。こういうご飯物、麺物、パスタ物ってのが、まあ日本のさ、あれと比べると、ね、日本のうまいからな。ヒカキンが紹介してた豚カレー弁当とか超うまいらしいよ。友達は言ったけど、ね、私もそれにつられて豚丼、豚カルビ丼みたいなのを頼みました、ね、これが45バーツだから150円かな、うん、うちの従業員が1時間働いてもこれを食うことはできませんと、ね、さてその中身はどんな感じ、ね、もうね、わかんの、なんか彩りがねえもん、あのすりガラス越しに、プラスチック越しにさ、彩りなさそうっつって考えないのかな、ヘルとかね。はい、どうですか、1時間働いてこれ。まあね、しょうがないよね。で、いや、比較的多かったね、うん、比較的多かった。で、味はというとね、はっきり言ってこれうまい。やっぱ企業の味に俺も慣れてきてたね。工場の味に俺も慣れちゃったんだな。これうめえなって、うん、ね、アットホームの味がしないんだよね。工場から直に、うん、来たっていう、うん、これ家で作ったさ、ポテトフライとか、ね、嫌いなわけよ。なんか家っぽくて、マクドナルドのフライドポテトが好きで、それに近い感覚になってんだな俺も、うん、なんかこうマンパワーで作った牛丼とか豚丼とか、なんか最近惹かれない。うん、その真逆にね、あるっていうか、マンパワーの味がめちゃくちゃするなっていうか、アットホームすぎるなっていうのが、沖縄の定食屋に入るとすげえ家だなって思うんだよね。家の味だな、なんかこうお店の味が全然しないっていう記憶がね、沖縄にはあって、でうまいんだよ、それはそれで。ゴーヤチャンプルとか、食材のせいなのかな、あの家感、あれ、ね、糸満駐車場っていう、いわゆる糸満自動車教習所っていうところで、バイクとかトラックの免許取ったんだけど、そこのね、教習所のすぐ近くに食堂があって、毎回食うんだけどさ、すげえ普通なのね、味が。わあ、近所のおばちゃん連れてきて何のトレーニングもせずに作ってくれたんだって、それがうまいんだ、なんか、ね、その対極にあるのがチェンマイのコンビニのこういう弁当かな。うん、これを1時間働いても食えねえってなってくると、そりゃ体もできてこないよね、うん、健康にもなれないだろうし。日本でさ、1時間働いたら今いくら、1000円ぐらいもらえるのかな、コンビニで。1000円あったら結構食えるもんね。俺が日本のコンビニで一番好きなのはファミマの海苔弁。はいはい、これさ、左上のね、海苔弁、ファミマの白身フライとかちくわとかさ、全員がスーパースターっていう、うん、まあね、タイにはありませんよ、そういうのは。だからこれ、まあ、これ食うぐらいだったらさ、その辺の屋台で食った方が絶対うめえよっていうね。誰食ってんだろうって、俺なんだけど。でもね、うまいかまずいかって言ったらうまいね。うん、なんかうまかった。まあこれがな、タイのその何かを物語ってるよね、日本との大きな違いを。まあ、独占なんでね、まあ、コンビニがさ、セブンイレブンしかねえからな、もうある一定以上努力しねえなってのがさ、もう目に見えてわかる味がするね。まあ、いっか、美味しかったっす。ありがとう。